明けの保育園の方から、年長組、桜組を14名今日、連れてまいりまして、大和保育園さんと一緒にこの 3.11 の、追悼コンサートに、参加させていただいたことを本当に嬉しく思っています。で、子どもたちも最後の、発表となりますので、震災で悲しんでいる方々に少しでも、自分たちでできることを少しでも元気づけられたらなという思いで、大和保育園の園長先生からお話しいただいたときに、とてもいい機会だと思って参加させて、今年が初めてなんですけど参加させていただきました。どうぞ、最後までよろしくお願いいたします。明けの保育園桜組による和太鼓発表、1曲目にワッショイ、2曲目にテーマオブハンザーナーキを演奏します。